はい、皆さんごきげんよう、大島です。今日はね、オンラインサロンの先生方に限定でちょっとお話をいたしますけども、形状記憶ね、シェイプメモリーアライナー、グラフィー社の形状記憶、記憶機能付きアライナーレジンがクラス2の承認を得られたと、ね、日本の薬事承認ってことですね。これはね、とても、意義のあることなんですけど、何が意義があるのかということを今日お話しいたします。まずね、この意義っていうね、これ何かっていうと、日本以外のアメリカ、例えば、USA でいうと FDA って言いますね、フード&ドラッグアドミニストレーション、ここではもうメディカルクラス2を所属しているわけですね。で、EU、ヨーロッパでは CE マークと、ね、こちらを所属していると。で、アジアも北朝鮮と日本以外のアジアは全部もうすでに所属されているんで、日本がもう最後の最後だったわけですね。なので、海外ではもう普通にこのグラフィーの形状記憶のアライナーレジンというのは学会にも出てますし、普通にもう企業さんがこういうものが出てますっていう紹介があったわけ。じゃあ日本は薬事承認がとても遅い国なんですね。その例を例えると、例えばコロナ そのワクチン、日本で開発できる、ね、ものだと思うんですよ、先進国なんですけどね。だけどやっぱり海外のアメリカのずっと待つしかなかったと。なのでこういう薬に対してはとても遅い国なんですね、医療系に関して言うと。でもその日本の国の薬事承認認可が得られたということはどういうことかというと、このね、素材、このレジンは名前の通り、しっかり形状記憶機能を持っているレジンですと。つまり日本の国がね、形状記憶機能がついている矯正用のアライナーレジンですっていう、承認というか認めたわけですよね。つまりただ直接プリンティングしたもの、直接プリントするレジンじゃなくて、形状記憶をしている矯正用のレジンですっていうのを認めてくれたと。海外ではもう当たり前のように認められてるんですけど、日本ではなかなか認められないものがね、承認得られたということは、これが出る前はね、その薬事承認が出る前は、例えば日本の矯正歯科学会とかでも、あと日本のね、その一般のアライナー矯正されてる人も多分知らないと思うんですよ、出ないからニュースとして。なので例えばね、ニュースとして出なかったらわからないじゃないですか。なのでこのニュースそのものがね、どんどんボワーッと出れば、あ、形状記憶の方が日本でも薬事承認取れたんだなってわかるかもしれませんけど、なんか僕たちもあんまりブワーッと出してないよね。そうですね、うん、でその理由を今から3つね、その意義と含めてお話をしていきます。まずこの意義ね、1つ目、これは日本の、その日本国でこの安全性、僕が認めたとか僕が見てきたんじゃなくて、日本の国がこの安全性を認め、さらにこの形状記憶機能というこの効果というものをありますよっていう、つまりちょっと違うかもしれないけど、特保みたいな感じ、これでその血圧下がりますとかね、痩せますみたいな、だから痩せるっていうふうに書いてあるけど、実は痩せなかったじゃなくて、あるじゃない、特保、はい、黒ウーロン茶とかさ、はい、あとごま麦茶とかあるじゃない、はい、それと一緒で、これは形状記憶機能ちゃんとついてますよっていうレジンですよっていう効果を認めたってこと。だ、安全性を、なんかこれ大丈夫なのとかね、なんか口内炎ができるとか聞いたことあるけどみたいな噂だったら、ね、その噂かもしれないけど、じゃあもしそれが本当に安全性がないんだったら、日本の国が認めるその PMDA だったりとか、あとその検査機関がミスをしてるってことですからね。なので日本のその形状記憶機能のこの機能がついてるっていうものを、日本の機関がちゃんと調べて、それで OK ですよっていうふうに言ってるものだから、じゃあ今日本で薬事承認されてるものが全部嘘なの、と、全部危ないのってことになっちゃうよね、と思いません、はい、ということは、薬事承認を得られてるってことは、薬事承認が得られてるカテゴリーに入るわけなんで、もっと言っちゃうと、インビゼナインもまだ薬事承認得られてないでしょ、はい、インビゼナインさんはアライナーのシートはね、薬事承認が得られてるんだけど、
インビザラインのシステムでは薬事承認得られてないんだよね、はい、だけどこちらはそのレジンの素材に薬事承認が得られてるんで、まあ、安全性と効果というものがしっかりこの日本の基準を満たしているものだということなので、今まではね、なんかこの噂があったり、なんかこういう感じらしいよとかね、なんかちゃんと効果がないんじゃんとか、あとプラスチックは全員形状記憶持ってるだろうとか、あと形状記憶って本当なのとかいう、そういう、ね、否定的な話もあったかもしれませんけども、だけどそれはもう正しいんだと、小島が言ってるとかじゃなくて、こういうものなんですよと堂々と言えれるところにようやく来たということですよね。なのでこの意義というのはまずこの大きいですね、一つ目が。で、二つ目ここにしましょう。まずね、その薬事承認が取られたら、なんか堂々ともっとこう大々的にプロモーションしたりしないんですかっていうお話もあるんですけど、僕はね、この韓国のグラフィー社のね、その社長さんとお話ししたのがあって、それが何かっていうと、とにかくあのアライナーの勉強をしっかりした先生に使ってほしいと。つまりアライナー矯正治療のまだその理論も知らない、アライナー矯正治療やったこともない人が突然形状記憶のアライナーを作ったとしても、うまく動かないじゃんっていうふうに言われてしまうと、せっかく何年もかけて研究開発をしてようやく承認が取れたのにもかかわらず、突然全然うまくない人たちが使ってダメじゃんっていう風になってしまうと残念すぎるでしょ。なので薬事承認が取れてるかもしれませんけど、しっかりそのインハウスの勉強だったりアライナーの知識があるっていう先生に使ってほしいと。まずやっぱり症例数の多い先生にスピーカーになっていただいて、例えばもし僕たちが今インビゼライン4000症例やってるじゃないですか。だけどもし僕たちが20症例しかやってないのにお話できない。なのでやっぱり症例の多い方っていうのは知見もその分多いし、悩みもあったり、あとその分企業努力も絶対してるはずなんで、症例の多い先生にね、スピーカーになっていただいて教育をどんどんしていただきたいと、うん、でインビゼラインさんも例えば最近はね、やっぱりこう認知度も高まってきたからセミナーとかもいっぱいされてらっしゃるけど、昔なかったから、はい、本当に昔は本当にプライベートセミナーみたいな感じで全然分かんなかったよね。なのでシェイプメモリーに関してもまずその僕たちのオンラインサロンに出てる先生だったりとか、僕のアライナー矯正のセミナーに出ていただいてる先生だったりとか、あとやっぱりこのインハウスシステムを使うシミュレーションソフトのネモを使ってる先生方にやっぱ限定してちゃんと安全に使っていただきたい、ね、しっかり使っていただいて結果を出していただきたいと。でその方たちがスピーカーになっていただいて、日本のこれから始めたいと思っている先生に教えていただくと、そういうふうなこの順番がね、ようやくその薬事が取れたことによって、うちじゃないところ、つまり薬事取れる前というのは先生の裁量で輸入もできるし、先生の裁量で患者さんにお使いすることができるけど、一般的には薬事が取れてませんよと、これまだ日本の国では認可が得られてませんって説明しなきゃいけなかったわけね。でも今はもう薬事認可が取れてるんで、そこの説明義務もありませんし、あと普通にね、これは大丈夫なんですかって言った時に全然平気ですよって言えれるものなので、なのでまず1番目はこの認可が得られる、ね、意義が何かと。で2つ目はこれからやっぱり増えますんで、その増えた時の教育者を育てないといけないっていうことですよね、僕たちがね。で3つ目、これ意義とは何かと、これがすごく大きいんですけど、形状記憶のマウスピースの素材の薬事認可が得られたということはどういうことかと。形状記憶っていうのはね、ちょっと赤で書きますけど、形状記憶のアライナー、これどういうことかっていうとね、あの熱可塑性のシートでは形状記憶機能で絶対に発揮できないの知ってます？はい。なんでです？形状記憶機能があったらシートの状態に戻っちゃう。そうこの熱可塑性のシートあるでしょ。でここにこうやって模型がこうやってあるじゃないですか。これは温めてドーンとして歯の形にするわけじゃない。だけどまたね、形状記憶があって元の形に戻ったらこっちに行っちゃうわけだからそうでしょ。なのでこの薄いシートを柔らかくしてボンとプレスするタイプのプラスチックの素材であるときには熱可塑性で
プレスするときには形状記憶があったらこっちになっちゃうわけですよ、こっちに。つまり形状記憶のアライナーっていうのは完全に 3D プリンターなんですよ。でしょ。だから今までの提供されていたアライナーっていうのは熱可塑性なんで、 3D プリンターを持ってなかったら話にならないわけよ。つまり 3D プリンターインハウスっていう思いっきり内製化がついに日本でもこの新しいアライナー矯正治療ね、今までアナログのアライナー矯正、デジタルのアライナー矯正、今度はインハウスのアライナー矯正っていう新しいね、この枠組みで始まってくるわけなんです。つまり日本の認可が取られた意義でね、でこれから先生方を育てて、で 3D プリンター形状記憶のマウスピースのアライナーが今までと何が違うのっていうのがついにもう公にちゃんと学問としてね、医療品としてこの認められてるわけなので、まあ、多くの先生方が今後使っていくものであり、あとアライナー矯正治療っていう枠組みの中にインハウス内製化のアライナー矯正治療も入ってこないと、昔の熱可塑性だけの話ですかっていうふうになってきちゃうわけ。例えばインプラントも昔ね2種類あったんですよ。3種類で詳しく言うと、インプラントもこうプレートタイプだったでしょ、はい、昔は、はい、でその次にハイドロキシアパタイトって言って、その HA コーティングのものだったのね。でその次にこのオステオインテグレーションっていう骨が中に結合していくタイプになっていくじゃない、こうやってどんどんこれからこれこれからこれみたいな。インプラントもね、インプラント自体もマテリアルがどんどん変わっていくわけですよ。じゃあ今度アライナーもどうなのってことなんだけど、結構大きい変化よ。なので形状記憶でインハウス 3D プリンターっていうものが日本の薬事認可が得られたってことは、どんどんそれをしていく先生が増えてくるってことなんですよ。ということはどういうことかというと、せっかく僕のオンラインサロンで学んでる先生方は形状記憶のアライナーの話をオンラインサロンの先生方がしたのは2021年なんで、今から3年前ってことでしょ。3年前から知ってて、ずっとといつやるんだみたいな感じでってなってたけど、今やらなくていつやるのってことでしょ。いつやるの、今でしょっていう。とにかくね、オンラインサロンで一緒に勉強されてた先生方はね、この時期にもう始めないととね。でやっぱり早く始めるってことはどういうことかっていうと、先行者利潤が必ずありますから、これから5年後10年後に始めるんじゃなくて、1年後2年後じゃなくて今でしょっていうね、そこの部分を、まあ、僕たちはもうね2年前からずっとそういうことをお話ししてましたけど、ついにね薬事承認も取れましたんで、この時期に先生方ね、新しい次の次世代のアライナー矯正形状記憶のインハウスシステム、ぜひ一緒に勉強していきましょう。今日はこのアライナー矯正のね、シェイプメモリーアライナーの薬事承認が得られた意義ということについて、まあ、3つの角度からね僕の見解をお話しさせていただきました。薬事承認を今回 取って、うん、初めて知ったことがあるんですけど、この薬事承認って、うん、そのただレジンが認められたっていうだけじゃなかったんですよ、うん、はい、このレジンを正しく使うための、うん、周りの周辺機器だったりとか、うん、あと作り方、それも正しく定められたんですね、初めて、ね、はい、うん、これは今までは、まあ、これですっていうのがなかったんですけど、プリンターの種類とかね、そうですね、うん、今回はこれが全部こう書面になって国から出されてますので、うん、それに沿って やったからこそ薬事承認が得られてるんで、それじゃない方法というのは違法だから、はい、まあ、薬とかもよく、うん、添付文書を見ると、うん、飲み方あるじゃないですか、うん、あとこれはその飲み方を間違えたら、うん、重篤なこういうのが出ますよとかよく書かれてるんですけど、1回2錠1日6回って決まってるのにもかかわらず、はい、10粒飲んじゃってるとかね。でその辺が今まではどれって文書なかったんですけど、うん、今回それが文書として出て、今後先生がこう発表されると思うんですけども、それってオンラインサロンの先生も言ってたけどね前から、はい、ユニーズ使ってねってずっと言ってたよね。まあ、それが本当に国からもその推奨機器としてまあそういうのが出たり、あとすっごい細かいんですよ、1時間以内に全部制作してくださいとか、うん、そういうのが書かれてるのですごく参考になるんじゃないかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。それでは皆さんごきげんよう。またね。アライナー矯正治療の最低期2024年の7月11日の、木曜日、大阪オービックホールにて開催いたしますので、ぜひご参加ください。一緒に勉強しましょう。それでは皆さんごきげんよう。またね。
10年教師を順調にやっていたところで、うん、いつぐらいからインハウスアライナーを意識し始めましたか。順調にやってたっていう何が順調なのかっていうのもあると思うんだけどね。